ソースになっちゃってるんですね。お肉との相性がね、非常に良い。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということですね、今日はですね、超豪華なですね、肉盛りプレートね、シェフが作ったような素晴らしいクオリティのハンバーグ、チキンステーキ、とんかつのですね、3種の盛り合わせ、これね、ほんと非常に簡単にシェフの味がね、再現できるっていうものがあるんですけども、なんと火を使わずに数分で作るというですね、荒技、今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということですね、はい、今回ご用意するのはこちらです。シェフの厨房シリーズですね。ふっくらジューシー、鉄板焼きハンバーグね、炙り焼きで香ばしいチキンステーキ、サクッと厚切りローソンガス、最高に美味しいですね。肉盛りを火を使わずに数分で作っていきたいと思います。はい、はい、じゃあということで、早速やっていきたいと思います。1個だとね、600W で600W1 分50秒チンします。はい、じゃあハンバーグできた。はい、チキンステーキ、チキンステーキはね、600W1 分40秒。はい、チキンステーキ。じゃあ、とんかつは600W1分10秒。これは早いんですよ。で、ここに中濃ソースをかけて。ソースですね。はい、シェフの肉プレートの完成です。はい、それではできましたので、食べていきたいと思います。いただきます。ハンバーグですね。マジでうまいね。切った時にね、すごくね、肉汁がね、溢れてるんですよ、これね。超ジューシーになってます。チキンステーキね、めっちゃ分厚いの、これ。これ、かぶりつきます。これ、ビールだね。うまっ。めちゃめちゃ柔らかい。全く硬くなったりしてないです。じゃあ、次は、ロースカツ。これ、めっちゃ柔らかい。実はですね、冷凍食品をこうやって普通に食べるのは5年ぶりぐらいかな。アレンジして食べるっていうのは結構あるんですけどね、めちゃめちゃ進化してるなっていう風に思いますね。特にね、気に入ってたハンバーグ、これマジうまいですからね。焼けた香りがチンするだけなのに出てるっていうのマジですごい。これ日本ハムさんの努力と技術の結晶なのかなっていう風に思いますね。ぜひ試してみてください。終わらないよ。終わんないの。終わんないよ。終わんない。温めて、いや、もう俺これでずっと飲みたいんだけど、今日これ本当にうまいから、これ料理研究家だからなんかやれと。だってこれこのままでめっちゃうまいもん、これ。まあ僕のチャンネルね、一応ね、料理研究家リュウジのバズレシピっていうタイトルがついてますんで、じゃあですね、今回はまずね、そのまま皆さんプレーンで食べてほしい。もう2個入りだから1個はじゃあ味変して食べたいなって皆さん思うかもしれないので、ものすごく合う超簡単なソース作っていきたいと思います。でいいっすか、もうこのままで終わってもいいんだけど。はい、じゃあですね、シェフが作ったようなね、お肉たち、こちらにですね、ものすごい合うですね、しかもレンジで簡単にできる材料も、これもうすっごく少なくてシンプルなので、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、こちらの玉ねぎですね、玉ねぎ4分の1個 50g ぐらいですね、こいつを、みじん切りにしていきます。もしね、億劫だなと思う方はチョッパーとかでね、刻んどいても大丈夫です。でね、みじん切りにしていきますよ。商売がたきじゃねえかなぐらい思いましたね。僕もハンバーグのレシピ出してるから、いや、これこの時間であれだけうまかったら結構そっち行っちゃう気持ち分かるなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じで、なるべくね、細かめにしてあげた方がいいかなっていうふうに思います。玉ねぎはね、こうやってね、なるべく細かい方が美味しいです。これニンニクはね、すりおろすので皮を剥いとくだけにしてください。ここに、トマト、ホールトマト、これね、半分です。半缶分 200g、 ちょっと潰しながら入れていくんですね。ホールトマトはね、1缶ね、100円ぐらいで買えるので、すごくね、経済的、あ、ちょっと飛んじゃった。はい、ということでね、はい、で、ここに、玉ねぎね、4分の1個 50g で、コンソメなんですけれども、小さじ1半入れます。コンソメキューブだとね、1個ぐらいで大丈夫だと思う。1個よりちょっと少ないぐらいかな。ここにおろしにんにく
ね、チューブでもできるんですが、生のが香りが高いので、美味しいです。全体混ぜてあげてください。胡椒はね、思ってるね、2倍入れてくださいね。こう混ぜてあげてください。ラップします。600ワット5分加熱します。はい、じゃあソースができました。はい、こんな感じになってます。見てください、もうね、完全にね、とろっとしたね、こういうねソースに、ね、なっちゃってるんですね。冷蔵しておくとですね、結構持ちますので、作り置きしておいても全然大丈夫なソースになってます。こちらはまた温めて、持っていきます。全て、温め終えましたご飯にすごく合いますので、大人のお子様ランチみたいな、こんな感じでね。はい、こんな感じですね。どうですか、この迫力。ちょっとここに飾りつけてね、ガーリックトマトソースをこうかけていきます。これがね、お肉との相性がね、非常に良い。はい、そうしましたら欲張り肉プレートの完成でございます。はい、それでは早速できましたので食べていきたいと思います。これ超うまそうですね。いただきます。いただきます。まずはね、お肉、トマトソースとガーリックトマトソースの相性を確かめます。いただきます。これ最高に合うな。あー、合う。これシェフの厨房シリーズも、もちろん美味しい。トマトソースめちゃうまい。電子レンジ加熱しただけですよ。これチキンステーキも柔らかいからスプーンで切れるんですよ。これね、これもガッツリと、これ皆さんいただきます。幸せだ。すごく素材の良さもあるんですけども、言わせてください。ここはソース最高に美味しいです。おろしニンニクをねたっぷり効かせたので、ニンニクの香りと黒胡椒の香りですっごくスパイシーになってますんで、お肉との相性が非常にいいソースになってます。レストランで出てくるような、そんなクオリティがあります。これとんかつですね。このトマトソースね、非常にね甘みもあってフルーティーなのでですね、ソースの代わりとしても非常に美味しく仕上がってるんです。たっぷりつけてます。これうん、皆さん、とんかつガーリックソースで食べましょう。それぐらいうまい、ね、このソースってご飯とも合うんですよ。ハンバーグと一緒にソース持ってもらって、最高です。日本ハムさんと僕のコラボレーション、本当にうまい。つけな、温めるだけでこのうまさすごい。ペッパーソースですね、かけていただく。さらにスパイシーさを足していきます。一気にサルサっぽくなるんですよ。少しコクが欲しい方、こうオリーブオイル、コクと香りが足されてイタリアンチックになる。うん、クオリティの高い仕上がりになってます。ぜひ皆さん僕と一緒に優勝しましょう。ソースがねないんですよね。なので簡単なねソースの作り方ね、今日はね教えていきますんでね。はいね、あまりに頼っちゃうとね、僕の出番なくなっちゃうので